こに行かない。ちょっとそこから、うん、あのアボカドが描いてるピンクソックにアボカドが描いてる、ね、やったー、大丈夫かと、ありがとうございます。うん、リップそこそこに入ってる、あのリップ置いてる、ちょそこの化粧品をコスメを置いてるところ、ナフディ背景がまだお祭りです。ハワキーサンダルはありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね、ファイトです。17日の公演皆さんどうでしたか。もうキャンマッチも、キャンマッチはまだかわかんないけど、モバイルも一般も出たかと思うんですけれども、あ、それが多分収納ボックスもう一個買おうよ、パンパンやねん。頑張ってあやめの得意なパズル方式で頑張ってうめうめしてみて、これが中に入るように入れたらいいんじゃない、いらないよね。いやね、全然アボカドちゃうかと。ブヒヤマブヒヨさん、ミシェルダルマありがとうございます、ね、昨日の名残が、そうそう昨日、ね、見れなかった方もいるからちょっと使って、うん、17日行く、おーありがとうございます。明日は多分台風の影響はまだマシになってるかと思うんですけど、おはよう、外れたー、わー残念、残念ですね。青いボイさん尊い、今日はありがとう尊い。え、先そっち、あ、先に準備してなきゃか。今日はあの昨日のお祭り配信で食べれなかった分を食べたいと思います。朝ごはんにチョコバナナと、うん、残ってたトウモロコシとかき氷、キングキャメロンさんハートありがとうございます。ビアマブヒヨさんレインボースターありがとうございます。あ、ルームスの方は昨日のお祭り配信のアーカイブをアップしましたので、よければ見てください。おはようっす、ありがとうございます。お、17日友達と行きます。おお、友達と席はバラバラだけどは悲しいね。でも、あ、連番は違うか。それは連番ってどうやってするんですかね。グループワークか。バラバラだけど友達と、おお、ありがとうございます。ヨシミンを布教してくださいぜひ。お、明日は新幹線大丈夫だから、おお入ります、ありがとうございます。気をつけてお越しくださいね。お、明日会える、おー、ありがとうございます。あ、朝だったら唐揚げを食べて、なんかそうだね、うん、朝だから大きいの食べようと思います。じゃーん、なんか水分出てるね。今出したか、あ、結露か。じゃーん、チョコバナナです。ちょっと静かに、みんな聞こえましたか、もうカチカチ、はよう、ミンミンゼミ、おはよしミンミンゼミ、お、明日行く、おー、ありがとうございます。ぜひヨシミンコールと青とレンジのペンライト待ってます。何もない普通の公演は久しぶりかもしれないね。うん、よしみちゃんおはよう、おはよう、ありがとうございます。おはよう、おでこみゆ、それもばめの題名。平八さん、あ、なんだっけ、パフェじゃなかったんですよね、調べたら、なんだっけ、ジュースみたいな、ありがとうございます、おいしそうなやつ、これ自分の立てるやつ、うん、
うん、パシャ、すっぴんでした、そういえば。いただきます。うん、うん、うん、パキパキって言ってめっちゃ美味しい。ちょっとビターなチョコがバナナと甘さ、バナナの甘さと合います。どうですか食レポ。美味しい。 100% チョコだからめっちゃ濃厚で結構分厚めで美味しい。ビターなチョコと甘いバターが、バターじゃないわ、バナナが程よくマッチして美味しいです。キュウリ食べちゃったんですよ、2本。猿山さん、バラありがとうございます。2本も食べたからこんなにむくんでるのかな、もしかして。首をかしげている。チョコバナナ美味しい。確かに塩多かったもんね。うん、うん、チョコバナナって美味しいね。お、バナナ、あ、バナナじゃない、魂だけ参加ありがとうございます。DMM 最前でも魂だけ参加でも嬉しいです。お、明日入ります。おー、ありがとうございます。浦部さん、真珠ありがとうございます。さ、さ、はじ、ハイビスカスか、ハイビスカスもありがとうございます。ラジオのお便り明日の9時までです。です。ラジオのタイム、明日の9時まで。ゆうさん、青だるまありがとうございます。わあ、4時半起き、ありがとうございます。そう、板チョコじゃないですけど、普通のチョコをね、75% のチョコと普通のを混ぜました。仕事くの食レポ全然おいしいしか言えないけど、昨日に引き続きずっと食べてる感じだけどね。京都弁ですか、関西弁です。しじまるさん、ハートありがとうございます。あー、そうかもね。ありがとうございます。おばあちゃんが京都なんだよね、うちのパパさんが。そういう関係あるかな、うん、ちょっとそうかもしれない。食レポいける、いけるかしら。いけてる。バナナクリーム食べてない。そんなバナナ、そんなバナナ、なんかヨーグルトにつけてました。うん、お、コメント送った、ありがとうございます。ジャンレディ、そう、ジャンレディ木曜日のジャンレディ7月30日、31日放送なんですけども、そのお便りお待ちしております。明日の9時まで。川柳とか普通のお便りっていうやつとか、あとはあの曲のリクエストとかもあるみたいなのでね。うん、豆腐、うん、めっちゃ美味しいな。うん、
なんかめっちゃ美味しい。バナナが冷えたらさ、なんかあのあれですよね、ちょっと傷んだみたいになっちゃうけど、そこにチョコでコーティングされて、うん、パリパリとトロトロとジュクジュクがいい感じにマッチしますね。そう、あとチョコ自分で作ると分厚いしね、うん、美味しい、めっちゃ。ブリトロさん真珠ありがとうございます。そう、苦め、私ビター派なんですよ、チョコだから美味しい、タマセンとか作る、濃くて美味しい。バナナは好きじゃないけど、チョコバナナは好き。私も同じですね。バナナ美味しいですよ、私焼きバナナがすごい好き。デコデコさんハートありがとうございます。ポップコーンの種ってなくなっちゃった、あると思う。お、ジャングル575送っといた、お、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます、お便り。うん、ココアパウダーで作れるんだ。僕じいさんマラ、おはようございます、ありがとうございます。おはようじい、バナナジュース、へえ、美味しそう。よしみって本当にかわいい、ありがとうございます。バナナチップは苦手なの、へえ、なかなか複雑ね。スーパーボールは、うん、ちょっと今日も今朝も今日の朝もスーパーボールすくいしようと思います。あ、全部食べたよ。トマトが好きすぎて。トマト20本ぐらいあったけど。好きだからトマト。それじゃない。トマト抜くの？トマト、20個食べちゃった。だ、トマト 大好物だよ、トマト。プチトマト？うん、大好物だ。びっくりした、トマト間違えて捨てちゃったのかなと思ったけど。大好きなんだもん、トマト。まさかの。トマトスプリーのトマトを捨てて食べちゃう。トマト大好きなんだよ、知ってた。え、知ってるけどさ、え、昨日スーパーボールスクイーだと。翔ちゃん青だるまありがとうございます。結構すぐ捨てちゃったからさ、トマトだったら一回沈めなあかんから、意外とその面白かったじゃん。うん、あ、全部すくったから食べたのか。そうかそうか、そうだよ、そうかそうか。それだとさ、ちょっと全部またいっちゃいそう。シータもびっくり。私のトマト大好物なんで、ちょっと今日これでやります。ちょっとなんか、あ、そうだね、これは小学校3年生の時に陶芸園で作って、なんで下げる、土じゃ、こうで、うんうん、作った。抜けたまるくない、映ってない、映ってない、うん、あー、なんか傾いちゃう、なんか傾いちゃう、高くしたらちょ、ここ、うん、あー、ダメだ、
けるかな。お、いけた。これでじゃあ行きます、行きます。ちっちゃいのから。うわ、ああ、すぐ逃げちゃうのはこれ難しいね。逃げた。はあ、逃げた。はあ、はあ、やあ、お、でかいのもいけた。ああ。めっちゃ取れちゃう。絶好調です。いや、はあ、うん、青いの行こう。いや、まだ最後だよ、それは。いや、大きいのがあるんだけど、はあ、いや、はあ、いや、おはようございます。と、ああ、お、それでもちょっとなんかあれじゃない、なんで取れんのやろか。あ、2個、2個同時に。はあ、あ、全部回収していく人、出来になっちゃうやつ。ああ、なるほどね。ちょっとティッシュでやってみる。ティッシュ弱すぎでしょ絶対。わかんない、それは。は、最後、最後、は、え、全然いけちゃう。あ、破れた。最後に全部回収。できん、クレーンゲームならできんになるやつ。イエーイ。私がうまいのかこれが強いのか。そう、一回もう一回全部入れてみて。え、こう周りで切った方がいいね。戻します。パチ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 、パーフェクト。なんか紙飛行機はどの紙質が一番飛ぶのかみたいな実験やったことあるよね。急だね、やったことあるけど。いや、今思い出した。このポイはどの紙が一番強いのか。はい、よいしょ。はい、そう、なんか二重になってる。あ、そこ、そこはちょっとおまけ。そう、ちぎるよ。ちょっとあまりにも強いのでティッシュでやってみます。ティッシュ、そうそう、ティッシュ、ちょっと若干あれだけどティッシュでやります。やってみよう。よしみんちに、よしみんちに、よしみんちっていいね。に急きょ寄ってやったし、でも誰かお家にね遊びに来てほしいなってずっと思ってるんですよ。やってみます。そこどけますね、この大きいの。もうオレンジ狙います。え、いけた。なんでなんやろ、やっぱさ、あれがうまいんじゃない。あれ、ボカボカすできちゃうよ。ドキドキって書いてるけど、あっさりでしたね。水はめっちゃ含んじゃうけど、これ水さ、あの、はあ、あ、そうか、そうですね、
あ、でもベコベコだ。ベコベコ。あ。ティッシュ水に強いの？水に強い、ああだからです。ああ、確かに水に強いのか。私がうまいじゃないのか。あ、破れた。まだいける。あ、ビコビコだ。あの水で流せますみたいなティッシュある？なんかこの辺に、ああ、炊飯器使ったのか。あ、もうダメかも。あ、あ、ダメだ。終わりでした。でもさっきより減っちゃった。本当にあれがうまいのかどうかを検証するためにちょっとやってみましょう。あ、できる。そうですね。ない綺麗なやつ。あー、残念。でもこんだけ取れました。さっきよりは。でもこれ本来の、本来に近づいたかも。はい、これあの茶使ってないやつ、今袋から出したやつですね。水に溶けるタイプの。あ、水に溶けるティッシュあったんだ。はい、これはちょっとですが、これでできたら水に溶けるティッシュ、特技の欄に書いて。え、水に溶けるティッシュだったらさ、本来のさスーパーボールスクよりはるかにさ、こう強いんじゃないの、髪が。え、だって水に溶ける素材で本来やってないんじゃない。わかんないけど、もう本来だから。何の素材なんだろうね、元々のポイは。あれ、あれなのかな、やっぱ髪が強いのかな、これ100均のやつは。100均だけど、でも腹筋なのに髪強いな。やってみます。青いボイさん、ありがとうございます。もしそれでできたら、水に溶けるティッシュです。やってみます。あ、トマトは下に沈めるから多分難しかったんだよね。あ、なんかさ、スーパーボールが逃げていく。あ、お、なになに、あ、すごいすごい。え、できちゃうよ。あ、破れた。早かった。でも、2個狙ったからか。でもまだいける。思ってやっていいんか。できるまでやっていいんだよ。あー、これは髪が悪いわ。水に溶けるやつ、そらすぐ破れるって。まあでも使っていけそうね。左手むずいけど、あ、やっと本物っぽい感じになきましたね。え、こんな弱くないでしょ、髪に。本物、いやいや、本当にそんなんだよ。そうだっけ。屋台のやつは溶けるやつなのかもしれないね。溶けるやつなのかな。ね、あの外国の方もパチパチですね。残念。お姉ちゃん、お姉ちゃん、あ、髪が。お姉ちゃん5つねみたいな言われますね。お姉ちゃん5つ、好きなら3つみたいな。そう、好きなら3つ。そんなもん。ちょっと今度本物のお祭りに行ってスーパーボールすくいがあったらやってきますね。やってきます。まあね、閉店しちゃうよね。半紙、半紙なんや、ぽい半紙。へえ、半紙。半紙結構強いんか弱いか分からんけど、かき氷タイム。お皿はこれでいいんじゃないかな。
洗ってなんかちょうど綺麗な確かに、うん、透明じゃないけどえいかスライムグラスかな、うん、しょうちゃん真珠ありがとうございます。お祭り全部取ったらちょっとお姉ちゃんやめてよって言われちゃうと思う。ちょっとお姉ちゃん、では行きます。おじいちゃんにやってもらおう。あ、逆でした。ずれちゃう。もうなんか溶けかけがいいよって教えてくれた。ちょっと出す。確かにその方がやりやすいのかな。今日やりやすくない。いつもよりは。うん。やりやすかったね。これに味付けは何にしよう。今日はじゃあ一番のハワイアンブルーにします。ブルーブルーしょうちゃん紫だるまパーポーありがとうございます。一番はハワイアンブルーブルーハワイです。ハワイアンブルーもブルーハワイも同じなのかな。ちょっと奥の方まで行きたいので混ぜつつ、こんなもんじゃない、うん、じゃーん。スライムに息を吹き込みましたスライムです。なんか嬉しそうだねスライムが ね、ちょっと心なしが少し嬉しそう。命が吹き込まれて。コーイチーズブルーです。はいコーイチーズブルー。よし、いただきます。やっぱお祭りといえばかき氷だよねいただきます。うん、おいしい。おはよう。何の姿にあるの？ん？おじいちゃんにじゃあ一つ先にかき氷作ってもらおうかな。作ろうか私が。うん。多分まあおじいちゃんもやりたいんやと思うよ。うわ。キンキンや。おじいさんや。おじいちゃんでした。アイボーイさんありがとうございます。おいしい。おじい
れてる。こうやって作るんだよみたいなんで買ったけど、思いのほか大変だね。出てる？右側に寄ってるんだよ、歯が。あ、こっち？うん、だからそっちに溜まってる。ほら。気持ち食べたら納得するかな。おいしい、キンキンで。緑入れとこう。うん、クマの目がキョロキョロ動くかき氷、そんなのがあるんだ。ぐるぐるしたらキョロキョロするやつかな。ぐるぐるしたらキョロキョロ。なんかジュース凍らしたやつをさ、シャリシャリしても美味しそうですね。朝ごはん早かったからお腹が空いちゃってます。夜ごはんね。凍らせたやつでもいけるんだ。あー、本当だ。美味しそうね。ちゃんとした味付きかき氷みたいになりそう。100% のやつでやったらいいんじゃない。うん、スライムの色がなくなっていく。ドデカミンのかき氷いける。美味しいのかな、ドデカミン。祭りってサイダーのイメージあるけど、サイダーだと思って最初に飲んだらさ、お腹が膨れすぎて後々後々全然食べ物食べれないよね。あるある。なんか 2,3 回やったことある私。サイダーだと思って飲んだら後々全然食べれないみたいな。水がやきそうだね。スライムの色がなくなりました。たっぷり醤油、たっぷりソースのついた焼きそばにポン酢をかけたんですよ、おじいちゃん。ソースとポン酢間違えて。多分これ、あやめが一生懸命作ったんやと思って、食べるべきなのか、美味しくないって言うべきなのかをめっちゃ迷ってはって。手元を見たポン酢、アサヒポン酢って感じだったの。高秀さん、ハートありがとうございます。玉せんめっちゃ美味しかったです。玉せんめっちゃ美味しかった。いやー、今日も朝食べたいなってぐらい食べて美味しかった。坂田市民さん、ジュースありがとうございます。
は30分で1900、36分で1929人、わーありがとうございます。ほぼ2000人じゃん、30分で。ありがとうございます。マッコンさん、ハートありがとうございます。ということで終わりたいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。あ、朝食べようかな。が、たませんか。あ、たませんか。その焼肉食べようかな。参りたいと思います。ラジオのお便りが明日の9時までですのでお待ちしております。おはようツイートしますね、後で。何の写真にしようかなみたいな感じだけど、ではでは終わりたいと思います。誕生日します。13位、マッコンさんありがとうございます。イエーイ。12位、サクちゃんマンさんありがとうございます。11位、ソラさんありがとうございます。10位、水族館さんありがとうございます。9位、タマキーさんありがとうございます。8位、アオイボイさんありがとうございます。7位、平八さんありがとうございます。6位、リンさんありがとうございます。5位、ブヒヤマブヒヨさんありがとうございます。4位、シジマールさんありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ショウちゃんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルウラベさんでした。イエーイ、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルルルルルルン、なんか2つ音がついてきたミョンさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝から来てくださってありがとうございました。今日も一日台風に気をつけつつ頑張りましょう。冷えには気をつけてくださいね、皆さん。寒いですね。ということで終わりでございます。またね、またね。明日は公演です。今日は一日勉強頑張ります。そう、アンケートをね、この前言ってたなんか PPDAC サイクルアンケート何にしようと思ったの、無事見つかりました。だけどね、アンケートの回答が14人しか答えてくれなかった。これ聞いたら皆さんに37人で聞いたはずなのにさ、14人しか答えてくれなかったんです。忙しい。やばいです。今考えてくれてる、考えてくれてるから。そうかね。テーマは人生に推しは必要なのかどうかにしました。では終わりたいと思います。あのペンパイナッポマッポペンのやつ、え PPDAC サイクル。では次の IC も来てくれるかな。またねバイバーイ、良い一日を。またね。